抜髄処置とは、死がの内部に存在する死髄を取り去る医療行為のことである。抜髄処置は、歯内療法学がカバーする手術の一つで、歯科臨床において、この処置を行う頻度は低くない。俗に言う、歯の神経を除去することであり、右食症や歯周疾患、その他便宜的な理由から行われることも多い。死髄のある死がのことを一般的に生活場と言い、 抜髄処置を行った死がのことを、失活場という。まず、この処置は痛みを伴うために、局所麻酔が必須である。処置を行うシがに輸がある場合、まずその除去を行うことが優先される。そして輸食等の処置が終わったら、髄への選航を行う。選航の場所や方向は、シガの種類によって異なり、高校解剖学の熟知が必要である。 またこの時に死がが植立している方向や、死髄の切開化の程度を考えずに行うと、パーフォレーションの危険性を伴うので注意が必要である。死髄への先行が終わったら、髄質に存在する死髄の除去と同時に、天外の除去を確実に行う。髄核部では、天外の取り残しがないよう注意する。夕張単身などを使用すると、天外の取り残しは容易に発見できる。 その後、複数である場合は、歯髄の取り残しがないように気をつけ、根幹口を発見し、根線部までの歯髄の除去に努める。この時に、歯髄の取り残しがあると、残髄炎などの不快症状につながる。抜髄が終わったら、または、それと同時に、根幹拡大、根幹形成を引き続き行い、根幹重点が適応できる状態にしていく。また、歯内療法処置に際しては、 ラバーダム防止法を行うことが推奨されている。通報では局所麻酔の後にラバーダム防止を行うとされているが慣れていないものでは、沈み先行時にパーフォレーションの危険性が大きいために議論が分かれるところではある。ありがとうございます。